左サイドへ。この辺は人に対して厳しく言ってましたね。通していけばゴールも近いんじゃないでしょうか。シュート決まった。勝ち越せジェゼーナ。セリエ A 第5節、この時間はジェゼーナ対スパル、こちらをご覧いただきます。コロッセオデロスデポルスで行われる本日のゲームです。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。セリエ A第5節、ジェゼーナ対スパル、サイドの紹介です。右にエンドを取るのはスパル、反対側左のエンドからがジェゼーナ。ディフランチェスコ、ここで前を向けるか、裏のスペースを狙う。いいボールですね。チャンスある。これはオフサイドです。テリペ大きく前線に入れます。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ふわっとしたボール、チェゼーナ逆転勝利を先日の試合で見事果たしました。大きく縦へ、ミルコ・バルディフィオール。さあ、今日はどちらのチームが先にシュートを打つんでしょうか。ミルコ・バルディフィオール、絶好の位置、開いた。スルーパスを出す。まだ両チームともフィニッシュまでの形がありませんよね。どちらももう少し前がかりになってもいいと思うんですけどもね。裏へのスルーパス、どうだ。ボールシュート。いやー、惜しいシーン。しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。スパル、いやー、上外れましたけどもね、狙っていくのがいいですよね。まあ、こういう姿勢は次につながると思いますけどもね。緩いボール、クロス、タイミング合いませんでしたね。ジョルザ、スパルは先ほどから見ていてクロスでチャンスを作ろうとしているようですね。そうですね、サイドで起点を作ってクロスという形を意識しているみたいですよね。まあ、クロスを上げる選手と合わせる選手の意図が合ってくると、はい、こういったシンプルな攻撃も強力になってきますからね。なるほど、闇雲に中に放り込むだけではないということですね。もちろんそうですよね、チームによってはクロスからの攻撃をピックアップしてわざわざ練習するところもあるくらいですから、はい、それくらい出し手と受け手のイメージの共有が求められるパターンですよね。なるほど、以心伝心ってことですね。そうですね。フリーキックのチャンスです。先制することができるか。直接か。素晴らしいゴールですね。ゴールに吸い込まれていきます。精度の高いキックでした。
はり決めてきましたよね。アルカス今シーズン2ゴール目です。さあチェゼーナ先制ゴールを決めました。1対0。1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。さあ右へ預けて、このボールはつながりません。モハメド・ファレス、32分を過ぎたところです。スルーパスを狙う、いけるか。ジョルザ、チェゼーナとしてはここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。トップで収まればねシュートまで行けた攻撃でしたけどね。ペターニャ、縦へのボール、激しいボールの奪い合い。阿部、裏を狙っていきます。フリーで受ける、これはどうやらオフサイドのようです。キーパーから前線へ、テリペ、ロングボールを縦に送る。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。前半終え1対0、先制してハーフを迎えました。リードを奪えたのが良かったんですけど、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。後半も守りを固めつつチャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。セリエ A 第5節、チェゼーナ対スパル。チェゼーナ1点を先制して折り返します。後半見ていきましょう。チェゼーナとしては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいところですよね。ヤンコビッチ、この位置でボールを受けます。スパル、先日の試合はあまり監督の采配が良くなかったというメディアの指摘もありましたね。まあそうですね、あれは途中からディフェンスの枚数を減らしたのが良くなかったですよね。あの状況で後ろを手薄にすることはリスクが大きいですから、完全にそれが裏目に出てしまいましたよね。ボールの奪い合い激しいものがあります。さあ左へ預けて、さあカウンターを仕掛けます。ペターニ、組み立てながら攻め上がっていく。モハメド・ファレス、スペースを狙う、いいと入りますよ。旗は上がっていません。さあ中はいる、こぼれてる、ハットチェックを受けながらのドリブル、ここでファウルがありました。注意に終わりました。深い位置からのセットプレーになります。さあ誰に合わせてきますかね。クリアです。左サイド上がってきます。カウンターを仕掛けていきます。入るか、このボールはカットされます。抜けてくる、
さあどうだ、さあつなぐ、シュート、スパル一旦クリアで落ち着かせます。さあ再び選手の交代です。ルーズボールになる。スパルが最後の交代枠を使います。素晴らしいパッチュー、いやー、いい反応でしたね北澤さん。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これチェゼーナ、徹底的なチャンスを収めることができませんでした。ヤンコビッチ、スパルが最終ラインまでボールを下げる。長いボール縦に入れます。チェゼーナ、ここもしっかりディフェンスしました。裏のスペースを狙う。さあ一気にカウンター、柔らかいボール、オフサイドか。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。チェゼーナ、最後のカードを切ります。一気に前線にボールを送る。ミドル、いや、2点目かというところ。今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどもね。ここは決まりませんでしたね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。このクリアボール拾いたい。これをカットします。裏を狙っていきます。スルーパスを狙う。これ仕掛けるか、上がる、シュート、止めた、危ない。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。サイドを使います。チェゼーナとしてはこのまま終わりたい。シュート、チェゼーナ、決定的なゴールになるのか。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。いや、出しても素晴らしかったですけども、入ってくるタイミングも絶妙でしたよね。スピードを落とせば相手に守られてしまいますから、非常にいいボールが入ってきましたよね。今シーズン初ゴール、さあチェゼーナ、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。これで2点差ですからね、はい、もう時間もないですから、これが試合を決定づける点になるかもしれませんよね。そうですね。さあ笛が鳴りました。2対0、チェゼーナ勝利です。貴重な勝ち点3を得ました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。チェゼーナとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。
今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。セリエ A 第5節、チェゼーナ見事勝ち点3を得ています。